というわけでですね、今日はですね、まあ、最近いろんなね、著名な方が亡くなって非常に悲しい限りなんですが、中でも漫画家の松本零士さんが先日亡くなりましたということで、松本零士さんを偲んで、今日は代表作の銀河鉄道999と、ヤマト、宇宙戦艦ヤマトを中心にですね、やっていこうと思います、はい、1曲目、銀河鉄道999のオープニングテーマ、はい、汽車は闇を抜けて光の海へ、夢が散らばる無限の宇宙さ、星の架け橋渡ってゆこう、人は誰でも幸せ探す旅人のようなもの、希望の星に巡り会うまで歩き続けるだろう、きっといつかは君も出会うさ、青い小鳥に。星は宇宙の停車駅なんだ、君を招くよ夢の希望が、さすらい人の澄んだ瞳に命が燃えているよ、心の歌を口ずさむように歩き続けるだろう、泣いてるような星の彼方に青い小鳥が、人は誰でも幸せ探す旅人のようなもの、希望の星に巡り会うまで歩き続けるだろう、きっといつかは君も出会うさ、青い小鳥。原作は1977年から81年、少年キングに連載と長編ですよね。みんな生きてなかったかもしれないですね。まだ生まれてない。まだ生まれてない。77年。まだ生まれてないね。1977年です。漫画ね。でそこから漫画連載中にアニメが始まって、アニメは1978年から81年。全113話です。すごいです。今ではないですよね。長編です。長編アニメでした。で、どんな話かというと、西暦2ペケペケペケ年なんて2000何百年、で地球の、人間たちは体を機械化されて寿命が数百年というのが延ばしていたと。あ、そんな話だったんですね。ね、そうなんですよ。
で、母と2人暮らしの星野哲郎君、ね、あの実はこのお父さんが一生懸命その働いてね、この機械の体を買うために働いてたんですが、ちょっとそれがたたって亡くなってしまい、お母さんと2人暮らしになってしまった。で、貧しさのためにまだその、まあ、周りはみんなね機械化されてるのに生身の体だったと。で、誰もが機械の体をもらえる星、アンドロメダっていうのがあって、はい、銀河鉄道39に乗ればそこに行けるということでもらいに行こうとするんですが、で、地球の発着駅っていうのはメガロポリスステーションっていうのがあって、そこに、お母さんと二人で向かっていた途中にですね、機械伯爵というのに襲われてしまって、はい、撃たれてしまいます。その伯爵はですね、その生身の人間を狩るというのを趣味にしていて、で、まあね、撃たれたお母さんが、ね、剥製にされて壁にこう飾られてるというシーンがあるわけですね。で、まあ、連れ去られて、まあ、雪の中歩いてたんで哲郎君は、まあ、倒れてしまっていたところに美女メーテルが出てくるということですね。あ、そう、これ出すの哲郎どうしたの。これちなみにあの哲郎のお母さんです。1話しか出てきません。1話でなくなっちゃうの。見ると ね、わかんないです。実は金髪でメーテルそっくりなんです。でそのメーテルが実は、ね、あのクローンなんじゃないかみたいな話があったりしますけど、はいはい、メーテルさんね、今見ても綺麗だよね。あ、懐かしいな、メーテル、ね、メーテルさんです。はい、ということで、まあ、メーテルからあの銀河鉄道の、無期限定期というのが、地球からアンドロメダ行き、オリオンプレアデス経由という定期をもらって一緒に旅をするということになります。さて、じゃあ2曲目ですが、これ劇場版の銀河鉄道39の中で惑星ヘビーベルダーというところの惑星のバーで歌う女、リューズというのがおりまして、リューズの歌うですね、優しくしないでという歌をフーミンが歌います。Thank you.
そのねバーの女がすっごい印象的で、私は本当にその人がウクレレというかギターというかを弾いてたからギターを始めたっていう、ね、経緯があります、うんうんうん、はい。リューズっていうのは実はレリューズっていうお姉さんもいてね、うん、原作の漫画だとレリューズが歌ってるんですけど、あの映画版だとリューズが歌ってるんでリューズと言われてますという裏話。はい、はい、お姉さんいるんですよ、そっくりなの、ね、低いですね、それすっきりさん私頑張って歌います。ヤマトはですね、これもね、結構まあ歴史が古くてですね、1974年、さらに遡って74年で、これはもう最初からアニメでスタートしたものですね。で、全26話ということなんですが、
でその当時は実は裏番組でアルプスの少女ハイジをやってたり、猿の分断が強すぎて視聴率がだから取れず、予定39番とか26番に短縮されてしまったという経緯があったそうです、はい、ね。で今も実はねヤマト続いていて、これが一番、うん、なんだろう、最近やってる2199ヤマト追憶の後悔というあって、これは何年だったかな、まあなんか2、3年前かな、あのリメイクされて出てます。書いてあるじゃないかと思ったら2199年だ、うん、でもね2199年の話なんですよ最初から、はい、はい、というわけで、はい、じゃあオープニングテーマ、これもみんなで歌いましょう、はい、ね、はい、宇宙戦艦ヤマト、宇宙の彼方イスカンダル、運命背負い今飛び立つ、必ずここへ帰ってくると手を振る一人笑顔で答え、銀河を離れイスカンダルでアルバルの臓具、宇宙戦艦ヤマト、宇宙戦艦ヤマト、地球を救う使命を追い戦うのでと燃えるロマン、誰かがこれをやらねばならぬ期待の人が立ちならば、銀河を離れイスタンダル、アルバルの臓具、宇宙戦艦ヤマト、1999年に水浴の公開らしいですよ。そう、ガミラス帝国ね、これ冥王星にあるんですけど、ね、放射線、まあの攻撃をされて地球はもう壊滅状態になってしまったと、はい、で人類滅亡まであと1年と、またこれでいくんですね。ね、これでね、まあ、アドバンス星雲にあるイスカンダルへ向けて発信するわけですよ。でこんなかっこよくなっていくんですね。そこからあのまたなってあれですね、あの放射能除去装置コスモクリーナー D というのを受け取りに行くと。コスモクリーナー D ってどんなのか知ってますよ実はねちょっとこんなんらしいです人これぐらいなんで、多分これ十数メートルぐらいの巨大な装置みたいですけどね、これをヤマトに積んで持って帰ったのかな。これをあの、ね、福島原発に持ってりゃね、一発でこう切るという違いない作ってくれとかってね。ヤマトのエンディングテーマです。もう最高です、これです。まあ、カナスカーフここが降っていた真っ赤なスカーフ、誰のためだと思っているか、誰のためでもいい
じゃないか。みんなその綺麗見ればいい。旅立つ男の胸にはロマンのかけらが欲しいのさ。ララ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 。
不安に。松本零士さん、恐れでごめん、お願いいたします。合唱。はい、というわけでね、皆さんどうもありがとうございました。